オーシャン応援団。はい、始まりました、はい、オーシャン応援団でございます。ありがとうございます、はい、始まっていきました、オーシャン応援団。はい、皆さんお久しぶりです。久しぶりです ね、すみません。先週はちょっとお休みしちゃって。お休みいただきましたね。お休みいただいて、はい、今週からはい、はい、また始まるわけですけども、2週分楽しませましょう2週分楽しませましょうか。はい、頑張りましょうよ。じゃあ頑張りましょう。はい、気合い入れて、じゃあ2週分楽しませます。いや、楽しみたい楽しみたい、俺が楽しみたいね。まずはじゃあまずはね、新規さんを楽しみます。まずは新規さんを楽しませてください、はい、本当にそこからね、はい、あの始まりますから。ツイキャスの皆さんもね、はい、新規さんを楽しませてください。メールの方々もね、はいはい、ぜひ新規さんを楽しませて、新規さんを楽しませてください。いや、やっぱた俺なかなか楽しまないよ。そうなの。うん、唯一の楽しみといえば、唯一の楽しみといえば、うん、もう本当唯一の楽しみといえば、うん、まあそうですね、やっぱ漫画村で漫画見ることですかねアプリでね、はい、はい、アプリで漫画をね。漫画村ってでも本当はダメらしいですね。それはそうですよねもう完全にダメなやつですね。あれダメなんすか。でもなんかね、うん、あの最近玉潤から聞いたんですけど、おお、ヤンバルナゴンの、はい、あのヤンバルナゴン玉潤か、もうね、なんかこの 上の人たちがね、うん、もう漫画村消すことはできませんってもう認めたらしい。うん、そうなんですか。もうだからすいません、もう使ってくださいっていうのをなんか言ってたみたいよ。もう言う、うん、もういいんですか。じゃあそう、もうすいません、もうこれだけはもう手に負えませんみたいなことを言ってたらしい。なるほどね。そうそうそう。だでもやっぱ漫画村で見る漫画と、うん、なんかその漫画喫茶で見る漫画の質感って違うじゃないですか、うん、やっぱ手に取って見るものとね、うん、こう画面越し見るものってね、やっぱ違いますからね。そう、やっぱね、俺漫画喫茶派なんですよね。そう、あ、俺もね、うん、そりゃそうだね。最近見てる漫画あります か、 なんか最近見てる漫画、うん、ちょっとグロいやつがね、鬼畜島っていう。うわ、もうダメだよお前、もう名前がアウトだよもうそうそうそう、なんかそう、なんかグロい系がちょっと見たいなと思って。最近グロい系なんだ。うん、あ、広告で出てくるの分かる、たまにグロいのって、よ、なんかポンって漫画、ああなんか出てきますね。ちょいちょいなんかいろんな漫画出てくるでしょ、うん、ちょっと惹かれるのよね。あ、そういうのやっぱお前広告に弱いタイプ。広告に弱い、すごい一緒一緒探してしまうタイプ。俺なんか最近インスタグラムの広告ですごいリュックが出てくるんですよあの、分かる、あれ後ろから開けられないってやつか。あ、違う違う違うやつ、うん、めっちゃ弾くリュック、水分からんやつさ。なんかもう、うん、本当に、うん、もう何でも入るんですよ、もう。あ、マジ広いんだ。いや、もうポケットがもういろんなところにポケットがあって、おう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 、もういろんなところに入れ切れるみたいな。なるほどな。もう危ない危ない、危うく俺さっき買いそうでしたもん、本当に。危ない、広告で。広告ってすごいよな。広告はすごいね。あ、うん、あの YouTube の広告とかね。あ、俺もあれ見ちゃいますね、うん、いい波乗ってんぜのやつとか。あ、TikTok みたいな。TikTok のね、うん、最近流行ってるんですよ。めっちゃ流行ってるんでしょ、いい波乗ってんねつって、うん、あれいつ使うの。え、いい波乗ってんだよ。いや、いい波乗ってんね、いつ使うのって言ったら、お前松山24時間いい波乗ってるよ、本当に那覇市松山、うん、お前ずっといい波乗ってますからね。やっぱ使うのか、キャバクラの。いや、もうすごいよ、蝶たちは。うん、蝶、蝶たち、アゲハの蝶たちは、蝶たちは使うんですか。いい波乗ってんねっつって。あ、な、あ、このカラオケのさ、うん、あの相槌みたいので入れるの。相槌じゃなくて、あの相の手、相の手で。うん、もうそれ自体を当てに行く感じ、うん。なるほどね。そうそうそう、この一気した後にさ、男性がうんバーってやった瞬間に、うわいい波乗ってんねーとか言うの。いや、もうそのそれもありますけど、うん、なんかまあそのね、今日も財布がいい波乗ってんねーっていうのも分かるんですもう。これはどういう意味なの。これもうでシャンパン出せって意味じゃないですかなるほどな怖いよな、怖いな、うん、呪文ですからね。いい波の呪いの文章と書いて呪文と読みますけど、それに乗ってね、いや、その波に乗ってシャンパン出してしまう、その波に乗ってもすぐシャンパン開けちゃいますから男性はね。開けちゃう、開けちゃいたい、開けちゃうね、シャンパンは。シャンパンね、シャンパンか、開けちゃうのか、うん、だからホストってすごいよな。そうだな、うん、ホストか。飲めますか、あんなに大量に。飲めない。いや、ビールだったらいけるだろう。ビールだったらね、うん、
ビールのあのタワーとかやりたいもん。ビールのタワーはシャンパンタワーみたいな、すぐ美味しくなくなるやつ。シャンパンタワーやってみたいな、人生で一度は。シャンパンタワーで、一応あれかっこいいな。あれかっこいいんだ。うん、なんか綺麗だよな。あれ綺麗だよな。あれやっぱそのアーティスト感はやっぱ出てくるんだ。うん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 。ああなるほどね。ちょっと見てみたい。生シャンパンタワー。生シャンパン、生シャン。なんかどっかありますよね、那覇にそのシャンパンタワーできるお店みたいな。あ、そうなの？そうそうそう。お金払ったら？お金払ったらなんかシャンパン、うん、ちょっとまあ安めのシャンパンで、うんうん、シャンパンタワーでその空気を味わえるみたいな。まあでもあれシャンメリーとかでもいいけどな。シャンメリーってあのあれでしょ、もうほんと子供用のわらばが飲むやつでしょ。そう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 、ドラえもんとかのパッケージあのコルクが、そうそうそう、コルクがプラスチックで人殺せるやつでしょあれそうそうそう、危ない危ない、あんなちょっと緩めたらポンっていくやつあれあれでな、シャンパンタワーちょっとな、うん、まあ味わえるんじゃない、はい、いやでも我々今回次のね単独ライブはシャンパンタワーやりますんで、うん、はい、か月で、はい、もうか月の舞台びちゃびちゃにしますんで、はい、本当に、そうですね、一緒に聞きましょう、ねはい、よろしくお願いしますね、はい、はい、今日しかもね、うん、生放送に我々出たんですけど見た人いますかね。見ましたかね、はい、我々我々10時ちゃまで待てない、10時ちゃまで待てないっていうね、はい、QAB の、はい、はい、泉&弥生さんのね、のね番組、はい、番組に出させていただくことができた、うん、出させてもらうことが、はい、できたんですけども、見た人いるんすかね。いやーやっぱ生放送ですからね。まあ朝早いか。見ましたか。あ、ゴンド今日生今日ね、これなんていうんですか、生のお客さん、生客っていうな、お前生客はちょっとやばいだろう。生リスナーさん、生リスナー、生リスナーさん、生リスナーのゴンドさんがね、実際ね、こんばんは、はい、今日は久しぶりの生観覧、そうそうそう、来てますからね、ありがたいですね。でもなかなかね来てくれないですよね、お時間の都合上でね。まあまあ、ね、それもありますね、いいとこですけどね、うん、FM ウルマは本当に本当にね、この聞いてる人ね、うん、駐車場で聞いてる子とかいるじゃん。あ、いる。俺らがね、うん、これを収録を一応窓から見えてるからね、本当に。そうなの。いや駐車場、あね、そうそう、窓があるから、そう、窓がある、来ればいいのにね、うん、生で。毎回さ、終わって外出たらさ、なんかお医者さんみたいな、入ってきたらいいのに、出ればいいのに、もうここに、うん、そう、来ればいいのに、ここに。おということで、それではお聞きください。全然ないでしょ、そんな曲来ればいいのにって。あ、あるよ、クレバさんのね。おー、そうそうそう、じゃ今すぐ用意してないでしょ。そうそうそう、うん、たまたま出た。どこ触ろうしたんですか、お前。あ、なんか知らんけど、コンポ触ろうかコンポ触らなくていいんすよ。いいっすか、うん、まあ、そういうことでね、はい、言うとりますけどもね、言うとりますけども、シュプリームさんもいつもありがとうございます。ありがとうございますね。オシャンティーなオーシャンさんのお二人さん、こんばんは。いや、もう今日全然オーシャンティー、俺今日首にタオル巻いてますからね。そうですよ、ヤクルトのなんかわかんないですけど、はい、固めのタオルですよ。巻いてますね、今日巻いてますね。もう T シャツの首元もヨレヨレでございますよ。ヨレヨレでございますよ、彼は。はい、はい、何があったんすか本当に、はい、寝てた。風呂上がりです。あ、風呂上がりか、はい、なるほど、ね、もう風呂上がりで、もうちょっと今日はもうラジオ、もうラジオっていうのも実際その映像にこう出ないじゃないですか、うん、だからもう、ね、声だけ、ね、まあ声だけとか言いながらもね、映像いろいろめっちゃ回して、まあね、もう3つ回してるんですよ今俺。インスタでも回しててあ、インスタでも回してる。今インスタでも回してるんですよね。本当だ、うん、俺も回そうかな、インスタで。あ、やめろやめろ、お前の方が視聴者多かった、俺悲しむから本当に今何人見てるの、インスタの。俺今ね115人ぐらい見てますね。あ、すごい。うん、あ、間違った、3人だ。いや、全然違うでしょ3人が、3人が一応見てくれてるんだ。3人見てくれてるんだ。あ、4人になりました。新規のインスタでは今のところ新規が映ってるわけね。そう、新規が映ってますよ。なんかコメントとか来てんの。まあそうですね、まああまりこうラジオには載せるようなコメントではないんでちょっと控えてますね。なるほどね、はい、いや でも1個だけコメントが来たらじゃあ、ゲーム実況まだっつって、娘が待ってるよっていうコメントいただきました。何やったことあったっけ。いや、あのクリスと俺一時期ちょっと YouTube で、あー、やってたな。やってたじゃないですか。あ、やってたやってた。携帯アプリのね、携帯アプリで、うん、ね、こうなんか携帯アプリで北海道はでっかい道だったっけ、その俺が持ってきたアプリをね、うん、あのクリスっていう外国の方がいるんですけど、それは同期のアリンク、同期のアリンクにまたクリスに、うん、ね、こうやらして楽しむっていう、うんうん、はい、あれでもね、毎回見てたけど面白かった、うん、あれ面白いでしょ。面白い面白い。死ぬほど編集きついからね、本当に普通に笑ってしまったもん、うん、そう見てて。いや、そうなんですよ、うん、で急にできなく、いや、だから
まあ一回ね、こうあの会社の方とちょっと一悶着ありまして。なるほど。あ、結構あるんですよ俺。そうなんだよね、うん、勝手にやっちゃうから、うん、そう、新規はちょっと揉める担当なんですよね。事務所と御社の揉める担当はやめてください。はい、新規ね、はい、うん、そうなんです、俺だけ、ね、波に乗れてない部分。そうなんですよね。そうなんです。あ、でもなんかあの最近吉本から連絡来まして、うん、もうやりませんかと YouTube、うん、っていうなんか YouTube をやるみたいな、うん、あれ今どうなってるんですか ね、吉本の方は聞いてますか。あ、話はまだいや、なんかその送ったんですよ、だこういった YouTube っていうか、うん、もうチャンネルも、うん、なんか本当はみんなチャンネルじゃ作ってマネージャーに送ってくださいだったんですけど、俺もチャンネルもともと持ってるじゃないですか、じゃあ俺あるんでっつって、あ、それをじゃあちゃんと吉本公式になんか吉本の沖縄のリンクに貼ってもらえるのかな、あ、だったらね、いや、わかんないですけど、回数増えるんじゃない、再生回数。いや、やりたいですよ。しかも実際アリンクリンって今ねちょっと来てるじゃん。まあやっぱね、こう沖縄でやっぱもうアリンクリン知らない人いないですからね、うん、そう、だからね、再生回数とかもすごいんじゃないですか。まあでもアリンクリンクリス、ちょっとやっぱエロい部分がちょっと強すぎて、邪神の塊そうね、うん、うん、邪神の塊だね、うん、あいつあれでしょ、アメリカと邪神のハーフでしょ。そう、うん、日本ゼロでしょ。日本入ってないな。アメリカと邪神の塊だからね。そうだね、うん、まあやっていきたいですけど、ね、なんか、ね、カシスオレンジの中本新もやるらしいですよ。闘牛かな、うん、釣りチャンネルだそうです。釣りなんだ、闘牛じゃないんだ、闘牛やればいいのにな。闘牛やったらいいのにな、うんうん、牛と一回戦ってみたとかね。確かにな。ちょっと見てみたいな。ちょっと見てみたいな、うん、あいつの、まあ、あいつのセコで牛はどれだけのやる気が出るのか、ね、ああやりたい、うん、うん、やりたいね。そう、うん、やりたいと。牛さばいてみたとかね。いや、それだけはマジで。いや、なんで負けた牛、今負けたらね、牛乳にするときね。今流行ってるでしょ、うん、なんか料理系の流行ってる流行ってる、うん、うん、こうさばいてみる系のやつね、インスタとかに出てくんのよね、うん、ほら、こんばんは、こんばんはね、あすかちゃん。あすかちゃんインスタグラムでもねコメントしてくれて、あら、すごい。そうなんすよ、同じコメント、あすかちゃんのコメントあるかな、ちょっと一回、うん、あ、新規さんどうして最近おひげ伸ばしてるんですかっていう。そう、あごひげね、うん、そうなんですよ、一回綺麗にね剃って可愛らしい顔になったんですけど、はい、どうしたんですか。いや、これだから理由がありまして、ちゃんとね、あごひげ伸ばしてる理由があるんだ。はい、うん、あの一時期体調崩して口近くにヘルペスできてたじゃないですか。できてた、できてた。そう、どうやって隠そうかなと思って、うんうん、もうやっぱヒゲ伸ばすしかないと思って、うん、一回上の方伸ばしてたんですよね、うんうんうん、で上の方だけ伸ばして下剃ってもなんかやっぱちょっとファンキーじゃないですか、うん、そうだね、だから下も伸ばして、うん、で今治ったんですよ、うん、治ったから、うん、まあ、上は剃ったんですけど、うん、ちょっと久しぶりに下のあごひげがある感じやっぱ思い出してしまって、うん、確かあんまりね最近なかったもんね、うん、そうなんですよ、うん、どっちがいいっすか、アスカちゃん。どうなのかな、アスカちゃんに任せようかな。じゃあなんか前生やしてた時はね、うん、新規はなくてもいいんじゃないみたいな。そうなんかね、まあね、こうキャラ付けするんだったらワイルドとね、うん、プリティみたいなね、うん、そう、はい、ダブル B ね、ダブル B ですよ、うん、ダブル B でしたね、ダブル B ですね、吉本のダブル B って呼ばれてたんで、うんうん、そう呼ばれてないですけどね。おひげなしがいい、アスカちゃん。アスカちゃんいろんなところからコメント、ツイキャスからコメントしたり、インスタからコメントしたり、ラジオのツイキャスにはあまりね、うん、あのメールは来週送れたら送ります。ありがとうございますね、はい、よろしくお願いします。でも今ツイキャスでは、ツイキャス、あ、インスタね、おひげなしが私は好きですなんて。あ、そうなんですね、ひげない人が好きなんですね。ひげなし男子、いやでもなんかひげあり男子がなんかモテるんじゃないですか。そうなの。そうひげあり系男子、ひげあり系男子で、なんかこれ、な、俺、うし、あ、ここいいんじゃないですか。いいね、いいね。お二人でパソコンも対面、なんかね、いいの、漫画喫茶の個室でちょっと壁越しで、ね、壁越しで話してる感がありますけど。もうラジオ聞いてる人何のこっちゃ分かんないからな、今。あ、そっか、ラジオ聞いてる。ごめんなさい、ごめんなさい。さあ、ね、はい、いや最近ね、あれ見たんすよ。もうここ、沖縄 FM ウルマにもう貼られまくってるポスター。何ですか？闘牛戦士、ワイド。ね、これ。あー、やってたね、やってた、土曜日に、ね、どうでした、うん、俺見てないんですよまだ。激面白でしたね。ちょっと DVD 出るの待ってみようかな。いやいや、見てください、見てください。あ、そうですか。次第2話なんでね。はい、はい、もうね、面白かったな。面白い。なんかその、うん、ちょっとあらすじ的な感じありますか。なんかあらすじ、こうなんか主人公があれなんですよね、ちょっとへっぺり腰のやつなんですよね。そうなのよ。なんか俺のイメージではその闘牛戦士ワイドの、うんうん、こう
なんか主人公って言ったらもう暑苦しいやつじゃないですけど、うん、俺もねあのもうひいやいひいやいってもうあなたみたいなやつかなと思ったら、うん、ああそうなんかねちょっとなんてバカでね、うんそうそうそう、うん、バカだけどもう本当に熱いやつみたいな正義感に強いやつみたいなね。でもねもうとことんのねちょっとへたれみたいな感じの主人公でございまして、でそのまあ牛はもう大好きなんですけどもね、あなたと一緒に、あなたと一緒だねもう。である時に一頭の牛が外に出てまして、うん、小屋の外から、小屋の外から、そうそうそう、そういう小屋の外に一頭の牛が出てて、うん、その牛を追いかけることによって、うん、ワイドにちょっと変身して、分からん分からん、流れが分からん流れがそう、いやいや、お前の説明、一頭の牛を追いかけていって、一頭の牛が逃げるんでしょ、うん、だからその逃げるっていうか、もう外にいるのよ、うん、一頭の牛が気づいたら、おおっつって、おお牛逃げてるぜ、おいみたいな、どんなのとこにいるんだよみたいな感じで、追いかけていったら、牛もね、ちゃんと走るのよ、あのこう逃げるように、あー、なるほど、こっちおいでみたいな、で、おいおいおい、ちょっと待ったよっつって、追いかけていったら、闘牛場に着くのよね、うん、またこの闘牛場がね、うん、石川の多目的、石川多目的道路、そう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 、はい、あ、いいねと思いながら、石川の人なんだ、じゃあ主人公はそれはどうなのか、石川なんだはずな、きっとな、うん、そうで、その闘牛場に着いたら、うん、あのね、急に天気が曇り出してね、うん、雷に当たって、うん、闘牛選手ワイドになっちゃう、入りはトトロだね、あ、まあ、入りはトトロでしょ、だから、ね、うん、闘牛選手ワイドの入りは、うん、ね、あのね、トトロ、トトロでしょ、 ちっこいトトロ、ね、そう、ちっこいトトロをあのメイちゃんが追いかけて、そう、そしたらあのみたいな感じだね、いつの間にかこうトトロのお腹につくかと思いきやそう、石川多目的ドームについて、ついてて、うん、で気づいたらもうワイドになってるみたいな、そうみたいな感じで、まあで敵も出てくるんですけどもね、はい、まあ最初に出てきた敵がかっこいいんですよね、なんかタッチュータイフーンっていうね、うん、めちゃくちゃ角の長い敵が出てくるんですけど、あ、そうなんだ、そう、こいつがね、あの中部競争連盟の方じゃないんだ、ではないですね、夢天使とかそういう、違います、違う、タッチュータイフーンって、ね、あ、タッチュータイフーンか、はい、ちゃんとした石の、ね、あ、なるほどね、格好したやつ、連合系じゃないですね、連合ではないですね、連合系じゃないんだ、神谷帝国、なんかもう石川のイメージはもうやっぱ、うん、やっぱやんちゃなイメージがあるんでね、まあね、確かにね、あのゲオの前とかにね、うん、たむろってたりしますけどね、そうそうそう、ゲオの前にたむろってるバイクの人たちにあの角でやっつけるっていうそしたらうん、セダンとかで追っかけられますちょっとやめてください、いや怖い怖い怖い、はい、気をつけて、あ、そうなんですか、はい、いや見たいですね、闘牛戦士ワイド、またこいつがね、あの、うん、ボビーにモーってつけるのよ、あ、誰か誰、主人公がタッチュータイフーン、タッチュータイフーンって敵キャラですよね、そうそうそう、敵キャラ、うん、なんだモーみたいな、いや結構ポップだな、そうなのよ、またそこがね、うん、あ、可愛いなと思いながらも、あ、ローカルな感じで、そう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 、でこいつがあることをしたらなんかこう人間たちが牛になってしまう、うん、そう、だからその牛をこう人間に戻す、あ、戻りたくない人間、いや、新たとか例えば牛にされたら戻りたくないって多分言いそうじゃないですか、その場合はまあしゃあないよね、その場合はもう闘牛として戦わすしかないよねそう、へえ、かっこいいな、そう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 、敵もなんかだからそのデザインがかっこいいんですよ、ちゃんとね、今パンフレット見てね、我々喋ってるんですけども、神谷帝国のボスかな、これ神谷がね、めっちゃかっこいいな、ドクドクカティカチャーサー、ドクドクカチャーサー、ドクドクカチャーサーはあの、だからそのあれでしょ、雑魚キャラみたいなやつでしょ、多分ね、うん、あのイピーみたいな感じかな、あ、うん、スペード軍団みたいなやつでしょ、そう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 、北斗の剣で言ったらそのなんか、まあね、あのヒャッハッヒャッハッて、そうそうそう、あいつらみたいな感じで、ね、うん、で、あのチュラベニーク、あー、こう、何でしたっけ、マングーチュみたいなやつかみたいな感じだね、うん、でもちょっとなんかもうセクシーな、セクシーセクシーなの、ちょっと見せて、ちょっと SM 感が強いような、なんかムチを持ってますね、あー、チュラベニーク、ちょっと SM 感強いな、うん、ちょっとエロそうだな、ちょっとエロそうだな、うん、でタッチュータイフーンは敵なんですか、敵、なんかこいつはちょっとね、語尾にモーをつけるからね、なんかタッチュータイフーン見た感じヒーローっぽいですけどね、ヒーローっぽいのよ、うん、俺今タッチュータイフーンが神谷だと思ってました、神谷っていうのはなんかその、うん、めちゃくちゃいかついね、いかついやつね、角が折れて、うん、なんか敵、片っぽが折れてね、もう一番敵っぽいね、うん、うん、こいつがボスなんでしょうね、これガロウ剣差し込んだらそう、こんな感じになりますよねいやいや、パチンコの話もいろんなもう話が混ざっても怒られて、はい、いやもう本当ね、しっぽりシプリンさんやめてよ、ほんと俺見ますよ、ワイドは、新規くんはワイドを見てないのFM ウルマは出入り禁止やな、大使さんに言っておこうかな、いや、でも逆にですよ、うん、その見てない人もやっぱそういうのは大切なのかなと思いますけどね、見てる領事の説明を毎回聞いてワクワクするって、うん、いや見た方がいいって絶対、いや DVD 出たら俺を見ます、テレビで見、
早いじゃないですか朝。確かにね、10時、うん、10時25分か、うん、10時25分はもう早いですよ、うん、もう。でもダビングしたいよ、ダビング、うん、ダビング。じゃあもう権藤さんにもう任せますんで、ちょっとそこはもうちょっと権藤6だ、6が権藤6がちょっと権藤6が使っちゃいますか。はい、ちょっと権藤人生1回しか使えないですよね、権藤6が。あ、そうですね。にわからか、にわからですね。にわからなんだ俺はい、にわからの権藤6が使えます。ぜひ ね、あの見てください、お願いします、ね、ありがとうございます。はい、はい、あ、飛鳥さんが、はい、オーシャンさん来月、おぉてんてんてん、こっから先は何も言いません。どういうこと、何、めっちゃ気になるな。なんすか、アスカちゃん。いつもね、僕らのラジオも見てくれて、うん、来てくれた、沖縄に来てくれた時にはもう毎回劇場に来てオーシャン見に来てくれる。そうなんですよ。ちょっとアスカちゃん、うん、一回インスタの方でちょっとやっちゃっていいですか。ちょっと何を、インスタにちょっとインスタで書いて、今日のちょっと領事は見えないから。ああ、何、うん、インスタの配信でもちょっと ね、うん、まあね、そういうことも、ね、見てますけど。あ、なんだ、今日10時茶まで待てない見た人いますよ。ありがとうございます、ありがとうございます。あの番組いいよな、あの番組本当にゆるさがね、うん、本当ゆるって思って、ゆるよね、激ゆるですよね、あの番組本当に。ギリギリまでずっとね、あの俺のことオーシャンシャンシャンって、オーシャンシャンシャンつってるし、オーシャン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 。いやでもやっぱプロ、プロでしたね。プロだね、うん、こう生、なんていうの、こう、こうすごいんですよ、こうテレビがね、じゃあ本番間もなく始まりますって入ってね、それまでずっと喋ってるんですよ、本当に。ずっと喋ってる。本当。二人で。二人ずっと。泉谷と弥生さん、二人。泉谷と弥生さん、ずっと喋ってて、いやいや、もう始まりよ、始まりよって俺、心の中でずっと思いながら、それではいきます、本番3、ってやった時の顔の切り替え方、プロでしたからね。プロだったね。もう完全にテレビの顔になりよったな。テレビの顔になりましたね。いや、もうすごかった、うん、おばさんからテレビに変わります、うん、おばちゃんからテレビに変わる瞬間というか。そうね、まあ、テレビに映ってるあの二人もおばちゃんでしたけどね。いや、まあね、まあね、テレビ用のおばちゃんでしたね。テレビ用のおばちゃんとテレビ用のおばちゃんと、ね、うん、テレビ外のおばちゃんがいましたね、はい、あ、アスカちゃん呼びましたなんて書いてますけども。呼びましたよ、呼びましたよ。じゃあ来月何なんですか。そう、映画祭は今月ですね。今月ですよ、19日から。うえうえ、やっとね、スケジュールに仕事が入りまして。え、何ですか。え、なんか、こ、空港のね那覇空港のイベント。そうなんですよ、那覇空港でイベント入ってるんですよ、僕ら。何すんの、那覇空港でイベント。滑走路で漫才かな。いや、違う、絶対荷物の仕分けでしょ。俺らじゃなくていいやし、うん、お前ピーチだよ、お前多分お前ピーチ。ピーチ、うん、俺ジェットスター入るから。あ、なるほどね、そうかそうか。そうそうそう、知ら、開けるよ、俺開けるよ。開けちゃダメだよ、お前見るよ、見るよ。見ちゃダメなんですよ、お前ね。うん、あれ、アスカちゃん映画祭は行きませんって書いてます、ね、あら、残念。権藤さんは来るんですかね。レッドカーペットは歩きますもんね、我々。そう、レッドカーペット最終日ですか。最終日で、はい、うん、じゃあ何、リュウジのところはワイドが歩くんですか。あ、こう歩くやんね。うわ、いいな、お前もう肩組みながら行こうかな。うわ、もうワイドはすごいよ。ワイドはすごいよ、もうワイドはいいな、人気出るよ、あれは。うん、だってもう主題歌 HY さんだもん。すごい、うん、東の焼けなさんですよね。そう、東の焼けな HY。 聞きました、これ。ここまで聞いてないんですよ、俺。聞いた、え、いい曲やった。ちょっとこれどこで聞けるんですか。はもうこれワイドミュージックタウンで。じゃあミュージックタウンではまだミュータンではまだやってない。ミュータンではまだやってない、うん、やっぱワイドを見ないと、お前も。ああ、なるほど、うん、ワイドの主題歌なんだ。そう、聞くためにはもうワイドを見るしかない。CD だから HY はね、アルバムしか出さないから、ちょっと、そうそうそう、もうパンフレットを見てね。あと、あ、言い忘れてた、これね、すごいすごい、ダチョウ倶楽部の、そう、肥後さん出てる。肥後さん出てる、うん、いや、すごいじゃないですか、もう。なんか怖かったよ、肥後さん。肥後さんが社長怒ってたよ、まあ一応、まあこの主人公との関係性は闘牛の師匠って書いてあるんですよね。そう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 、社長怒られてた。社長怒られて、まあまあそう、うん、ね、こう映画上というかドラマ上というかね、まあね、うん、うん、このさ、このヒーローってさ、もうマブヤとかだったらさ、うん、スーパーメゴさみたいな、あ、手に太陽をまとってね、必殺技ですよね。敵にげんこつとかするじゃん。げんこつしますよ。そう、ワイドをね、うん、角と角の間にね、電気ためて雷落としたのよ。そうでしょ、敵に。え、で、敵バウンドしながらね、うん、どっか飛んでいくっていう。ちょっと待ってください、メゴさよりやばいじゃないですか。いや、めっちゃ
あ、突進とかじゃないんだ。なんかね、俺も突進でこう、仮面ライダーのライダーキック的なね感じで、なんかこうヒーアイみたいな掛け声とともになんか突進していくみたいな。うん、そうそうそう、思った思った。バチ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 ってこの間電気食べて雷バシン当てて、うん、あの相手バウンドしながら飛んでいくっていう。あ、ビーム系？ビーム系、あ、ソーラービームみたいなの出したのよ。ソーラービーム出すの？うん。マジか。いや、強えと思ってな。面白いな、うん。それちょっと見たいな、マジで。ちょっとそういうところもね、なんかいろいろ見どころじゃないかなと思いますね。はい、ぜひ見てみてください。お、 お願いします。まさかつ宮城さんから。あ、レッドカーペットワイドを歩くと思うが、ウルマーはって、ウルマ氏のね。ウルマーも絶対来ますよ。ウルマーが絶対、うわ、いいな、いいなっつったら、また俺緊張に怒られちゃうけど、もういいな、でも。もう2人のヒーローに挟まれてね。いや、俺じゃあキングタコス食べながら俺行きますからね、俺。キングタコスとかはいないの？あ、キングタコスとか。いないで。それいないですよ。ワイドウルマに続くタコスとか。タコスいないんですよ。いない、うん。キングタコスはもうね、あの違う、なんていうんですか、普通に会社ですから。あ、そうなんだ。はい、いろんなタコス屋さんあるんです。タコライス屋さん。こう、まあ、体がね、上からなんかこう、黄色、緑、赤、茶色みたいな。こう、いや、ダサいだろ、もう。そんな。どっちかって敵キャラでしょ。タコライスの色に分かれてね。いやいやいや。何段階かに。ギリみたいなのあるかしたけどな、レタスのレタスのね、レタスのギリと、うん、ギリってごめんなさい、伝わりづらいか、荒野行動のやつ。ああ、ギリね、うん、荒野行動もね、はい、はい、ちょっとじゃあ行っちゃいます？はい、じゃあ行きましょうよ。曲行っちゃいますか？はい、ああ、行っちゃいましょう。じゃあもうね、行きましょう。ちょっとね、俺も iPhone X に変わってね。あ、そうだ。あの、普通に音楽流せないような状態になってるんですよ。あのね、そ、刺すとこ充電器と一緒なんだよな。うん、そうなんだよ。じゃあ最近ね、はい、あの音楽のイベントに行きまして。おお、そこで。なんだお前、音楽のイベントって。イベント行ったんすよ、うん、ラッパーの。ああ、ラッパーの、うん、フリースタイルダンジョン。違う違う、ガドロとワニュードーの。お前結構ガチガチなって言ってるじゃないですか。ガドロとワニュードーが出るこのイベントに行って、うん、もうそこで俺は食らわされたんでね。食らわされた。はい、あ、もうバシッと心やられたんです。食らわされたっていうの。持ってかれたじゃん、たまに。はい、抱かれたのかなと思って。いや、抱かれてはないですけどね。そこからじゃあ、あの2組がコラボした曲をちょっと流したいと思います。はい、それではお聴きください。ガロドで真っ黒太陽フューチャリングワニュード、どうぞ。
はい、ということでお送りした曲はガドロで真っ黒い太陽フューチャリングはニュートでした。いいね、なんか悪役が歌ってるみたいだね。そう、うん、かっこいい。そうなのよ。どうでしたライブ。いやもうね、やばかったな。10時スタートのこのイベントだったんですけど、はい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 、ガドローとね、ワニュードのステージが1時、半ぐらいから、あ、1時50分ぐらいからのスタートだったね。長い。もうすごかったですか、人気も。もうすごかったね。でもなんかね、やっぱ思ったよりあれだね、やっぱ人はあんまりいなかったけども、でも、まあでもだからガドロとかその、うん、やっぱコアなファンが多いってことか、うんうん、じゃん。もうすごかった。もうグッとくるものが、掴むのがやっぱ上手だなと思ったね、人の心を。あ、その人たちは、うん、ガドロとワニュードは、そうそうそう、かっこいいもんな。かっこいい、もう普通にね、あ、かっけーって言ってしまったもん。俺も最近もやっぱ見てますもん、アベマ TV でフリースタイルダンジョン見てる。見てますよ。来てる来てるね、うん、いや面白い。二代目モンスターにね、ワニュードさん選ばれてますから、うん、すごい本当に、うん、だからなんかみんなかっこよく見えるな、うん、で俺今好きなのは個人的にあのムートンかな。ムートンね、うん、あ、かっこいいね。ムートンのなんかもうこの当てに行く感じにこうなんかハッグって噛み締める、うん、分かる。もうあの言いたいこと分かる分かる分かる、言ってること一個も分かんないよ、うん、ムートンは正直ね、字幕がないと俺も分かんない、うん、ムートン何言ってるか。ムートンに関してはね、うん、もう英語とも日本もあれでしょ、だからその、うん、なんかあれはもうニュアンスでね、あの多分沸かしてる、うん、まあ一応熱いことは言ってるんだけどね、うん、多分そこらもあるけど、 馬の耳にウォーターみたいな、そんな感じでしょ。もうそれルー大柴ね、ルー大柴さん、ね、ルー大柴さん的なことでしょ、喋、うん、りながら英語で、うん、ムートはね、あのもうマイク熱すぎてね、グッてマイク近づけすぎて鼻つぶれてんのよね。もう、あ、そうなんですか。そうそうそう、そこも見どころ。もう言っちゃうんだ、うん、あ、でも岩橋さんもそういうことやっちゃうよ。だから岩橋さんね、プラスマイナスのね、プラスマイナス、岩橋さんは、うん、そうやっちゃう。そのマイクの網の目を顎にガーン当てて、ね、あとつけるっていう、その、うん、その本当にスタッフさんに怒られるやつね。コンってやるとね、そう、いやー、楽しそうだ、行きたいですね、久しぶり。なんか行きたい。カシスオレンジの中村も春季もね、わー、ワニマのライブ行ってたじゃないですか。行ってたね、ワニマのライブやっぱいいな。俺 DVD ではね、うん、あの見たんですけど、めっちゃ面白そうですもん。だってワニマさんね、うん、いやいいよね、やっぱ上がるよね、上がる。なんかもうなんかアップテンポでな、うん、うわーってね、あんま聞かないんだけど、ちょっとライブ行きたいですね、久しぶりに。でもね、一個だけね、ちょっと注意してほしいのが、うん、はい、A 一郎だけは一緒に行かない方がいいかもしれない。エイチローってあのグリーンノートのエイチローですよね、うん、あれどうしたんですか、うん、エイチローだってリョウジの一番可愛がってる後輩であり、うん、一緒のラッパー仲間でしょ。ラップ仲間ね、うん、G ラッパーズのファミリーの一人でしょ、うん、あの俺一緒行ったんだけど、ね、一緒行った。それ俺もエイチローと、うん、どっちかなって悩んだんですよ。エイチロー、あのね、喋りかけてくんのよ、ラップ聞いてる時。あ、やったやった。 あいつ多分 ね、うん、映画館で喋ってくるタイプだ。あー、もうやばいやばい。俺も一番アウトな人ですよ、本当に。だろ、うん、このポップコーンうまいっすねとか言ってくるタイプだと思う。あー、もうやばいやばいやばい、だと思う、うん、あのね、しかもね、それも俺普通に機嫌悪くなっちゃった。そう、俺もちょっとね、いやもう聞いてくれよ H 郎と思ったんだけど、うん、あとね、こうムービーとかもね、写真とかも全然 OK だったね、ライブが、うん、あいつムービー、曲始まるたびにこうムービー撮るんだけど、うん、俺ちょっとね、顔面パッて覗いたのよ、うん、そしたらね、前の人たち、俺たちの前にも、うん、まあ、人だかりがあるんだけど、その人たちもムービー撮ってんのよ、うん、エイチローね、こうその直接ガドローとかワニュードを映さずに、うん、前の人の画面を映すのよ。全然意味分からん。意味が分からん、もう。画面、前の人の画面にワニュードとかガドロが映ってるから、それをなんかこう映してアップしてんのよ、あいつ。いや、もう撮らないと、でも撮らないよ、あいつ。なんだろう、俺あんま撮らないんで。俺も撮らない、うん、やっぱり直接聞くから楽しいじゃないですか、うん、ライブ感があって。画面を見るなんてもう YouTube 見てるのと一緒なんで、そう、あ、いいこと言うな、お前。だからもう直接目で見たものが絶対面白い。それに関しては、H に関してはもうもっとさらにその、うん、そうそう、画面の画面、向こう側をまた撮ってるわけ。撮っちゃったんだ。そう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 、全然意味わからんなと思ってよ、エイチローね。うわー、でも分かる、あの隣でね、こう喋ってくる人本当にいるだろう、うん、なんか例えば、うん、もう一番だからもう俺一緒に海外ドラマってこれ基本一人で見たいんですよ俺。あ、なるほどね、うん、ああ、邪魔する人がね、うん、もう一人で自分の中でストーリーとか展開組み上げて、うん、あ、今つながったとかこう楽しみたいんですけど、うんうん、横で、は、待って、こいつ誰だったっけ、出てたっけみたいな、うん、って言ってきたら、うん、もうほんと、もうフルで仕方します俺。冷める、うん、冷める、ちょっつって、わかる、いる誰か周りに、
あ、芸人ではまあなかなかいないか、うん、そういう後輩をちゃんと選んでますんで僕は。なるほどね、うん、あだからね、降りたかなちょっと。あ、なるほど、うん、あ、言いそうだな俺がこう例えば、ね、降りたと同じバイト先 で、うんうんうん、でボンジョルノの降りたくんね、うん、あのね、だんじりの子なんですけど大阪から来たね、大阪から来た俺がこういうバイト中に、うん、まあお客さんいなかったからこう YouTube 見てたりするんですよ俺、うん、で YouTube でも好きなのこう見てるじゃないですか、うん、で、あの降りたあのしきさんでも最近あれっすよねみたいな、こう、うん、YouTube 見てるのに気づいてる、見てるのに気づいてます、うん、気づいて結構喋ってくんで俺 YouTube 見ながら一応まあ喋るんですよ、うん、まあそこまで集中もしてないから、うんうん、でもやっぱマジで見たいなって時あるじゃないですか、うんうん、俺イヤホンつけるんですよね、その時、うんうん、イヤホンつけてこう見てたら、うん、あ、しきさんが好きな曲ちょっと歌ってみますねとか言うやだ、降りたっつってカラオケね、カラオケ入れちゃったりとか、うん、かわいいからね、かわいいな、うん、降りた好きだから、本当にもう絡みたいんだろうな、多分な、うん、それはな、うん、そうなんですよ、そう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 、うん、いや、それいいね、シュプリームさん、シュプリームさん、嫁さんはさっき原宿の東急プラザのスタバのトイレに iPhone を忘れて大変やった。見つかったんですかね。ね、シュプリームさん見つかったのかな iPhone。 もうでも今もう逆に言ったらもう今携帯忘れてもその iPhone 取ったところでもう何もできないですもんね。まあそうだね、うん、ロックとかもあるし、ロックもありますし、なんならあれで探せるもんね、あの iPhone 探知機みたいな。今そうそうそう iPhone を探すってしょ。そう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 、あれ、あのアプリがもともと入ってるから、うん、多分探せるとは思うんだけど、 iPhone は別にその落としたとしてもまあ、うん、届けられるんじゃないかなって俺は思ってるんですよ。なんかでもね、うん、綺麗だったら高く売れるのよね。いやいや違う、中身あるじゃないですか。いや、どうにかしてやるよ。どうにかしてできます？ iPhone ってやるんじゃない、この手の人たちは。ああ、そう、サイバー系の、サイバー系の人たち、サイバー系男子、男子女子、うん、iPhone 見つかりましたが、うん、嫁が行方不明です。やばいやばいやばい。まあね、どういうことですか。嫁さんにはね、探知機みたいなのできないんでね。つけてないでしょ、うん、嫁を探すってないでしょ。ないよね。いやいや、多分探してるんじゃないですか。ね、嫁行方不明ですわらわらじゃないですよ、本当に。俺もしょっちゅう忘れちゃうな、トイレに。俺も忘れるのよ、うん、財布とか。ああ、俺も財布、うん、お前しょっちゅう財布忘れてるな、うん、俺うんちっちするときにね、そう、そう、トイレットペーパーのように財布ピッと置くんですよ俺、うん、こうなんか下に落ちても嫌じゃないですか。わかるわかるわかる、うん、だからね、全部置くような、うん、全部俺置くんですよ、ペーパーの上に、うん、そしたらね、なぜかね、こいつが入った後、俺入ることが多いんですけど、たまたまね、それもちょっと嫌だけどな、そうね、そしたらね、毎回見覚えのあるね、白い財布が置かれてるんでね、ツイッターに毎回あげてるんですけど、いや、あれあげないでください、あれ俺もうキャンさんがもらったやつなんで、本当怒られますよ、もらっても忘れんなって。でもね、毎回ツイートだけね、うん、コメントがめっちゃ来るんすよ、うん、どうした方がいいっていうのが、うん、こうバーっていやいいラフコントロールの森木さんとかからも来たりするんだよ、うんうん、いやすごいなすごいな、ほんとにそう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 、これはどうしてくれっつって。いやいや、もうやめてください、ほんとにもう、はい、財布はね、まあまあほんと忘れ物をしない方がいいですね。ほんとに気をつけてくださいね。もし忘れたらもうほんとにこう、うん、なんか僕ら偽善者ではないですけど、うん、やっぱ届けた方がいいよ絶対ね、うん、後々なんかね、最悪もうだからそのもうね、最悪よ、うん、もうこれをなんか斡旋するようでちょっとやばいですけど、うん、もう今もう届けてくれたらいいって俺はもう本当思う。中身もなくても、まあカード類とか免許証とかは入れといてほしい、うんうん、まあさすがにね、うん、俺の財布に関してはでいいから本当に、うん、俺もそう思う、うん、カード類もうそのな、現金とかで困ってたら、うん、もうその人が見つけたも宝と一緒だから、うん、うん、そう、うん、なんならもう見つけてくれたお礼にもじゃあもうもらってください、うん、プラスでもう、うん、出しますんで、すいません、ありがとうございます。その代わりカードだけは本当に、いやだから勉強書とかなくしたらきついもんな。そう、うん、またね、止めて再発行みたいなのもお金かかるから。ああ、もうほんと、うん、もうツタヤとかもポンタからもいろいろもう、そう、うん、俺どんだけもうほんとポンタカードももう貯めてて、もう銀行のカードとかさ、あ、銀行のカードももう下ろせなくなるっていうのはもうほんと地獄ですね、うん、地獄、もう窓口行かないといけないでしょ、うん、うん、大変なんですよほんとに。もうね、大変ですからね。なんかあるんですかね、こう1日で財布は平均でどれぐらい落ちてるみたいな全国基準みたいなあるんですかね。ありそうだな、やっぱいるんじゃない、落としたりとかする人は絶対、うん、ありそうだな、ちょっと調べたいな。ちょ、財布ですか。財布、はい、シュプリームさん、1日にどれ、時々自分の前にトイレに入っていた美人が香りを忘れていく場合がありへこみます
ちょっともうどういうことこれ。なるほどね、うん、あのだからそのね、うん、うんちっちのことですよね。ああなるほどね、やっぱこう男女兼用のトイレとかって、うん、ああそういうことか、びっくりした、もう女子便に普通に入ってんのかなと思って。いやそんなことないでしょ、あのコンビニとか男女兼用じゃないですか、うんうんうん、ただ本当に皆さんアリンクリンの日が龍太の後には入らない方がいいです、はい、本当に俺むせた人何人も見てきましたからアンチな、アリンクリンのね、日が龍太が今最近ツイキャス見てるかどうかわかんないですけど、うん、こうあのねトイレしたいっつって、しかもなんかあいつ結構こう便秘気味だっつって、うん、でトイレ行って溜まってたやつかな、でジャーっつってもうすっごいスッキリした顔で出てきて、でその次の人が入って、うわっつってやばいな、何を残したんだとすごさよ、まあ、流しちゃいると思うんですけどね、うん、でもねやっぱね、うん、何食ってたらあんなフレーバーがね、あんなフレーバーなんですかね、フレーバーがやっぱねいろいろ一応あるからな、うん、本当にな、ありますよね、こう分かります、これでも、うん、逆のパターンもちょっと嫌ですよね、うん、うわっ、おっ、うん、お、急にちょっとツイキャスの方更新されましたけども、うん、ありましたね、はい、さっきまであんなにしっかり見えてたビジョン、チェックワンツー、おはようございます、A 一郎です。来ましたよ A 一郎、はい、財布人生で一回も落としたことがないです。なるほど、ハートは読まないんだ。そうですね、ごめんなさい、俺が読んじゃったね。そうです、あの本当にね、今リョウジが助けたつもりが俺がまた押しちゃった、ごめんなさい本当に。いろいろとね、あのこうね、前振りでこうラップかましてるんですけどもね、あのコメント普通だなと思ってそうですね、どういったコメントのことなのかちょっとよくわかんないんですけども、財布は人生で一回も落としたことないです。うん、そうか、一回落としてみたらじゃあ、うん、うん、H郎、そうね、 H郎も YouTube めちゃくちゃ上げるから、落とした財布が戻ってくるのかっていうのをちょっと検証してみよう、うん、ああそれいいな、うん、H郎やってみよう、ちょっとやってみよう、うん、うん、それはもうクラブでやろうじゃあ、これクラブでな、クラブで、俺クラブで一回落としたことあるんだよな。うん、どうでした？あのね、カウンターに行ったらね、うん、あの酒の横に飾られてた、あの財布が。いいのそれ。そうそうそう、俺も一回クラブで落としたことあるんですよ。うん、ズタズタに踏まれてました、ね、うん、それはそうだよな、じゃあ誰か拾えっておりなんか踏んでんなと思いながら、ズタズタに踏まれてましたからね俺あんな悲しいことないないな、うん、俺のは結構綺麗めにね置かれてたんですけど、別にお金とかも何も抜かれてないです、うん、ズタズタに踏まれてました外側がねボロボロになっちゃった感じだな、そうなんですよ、ほんと一応やりましょうじゃあ、ね、ちょっとそれね、はい、先輩からの、あの、はい、あれということで、はい、ちょっとやりましょう、圧力企画ですね、圧力企画ありました、調べて、ですね、うん、さすがにそれアンケートは取れないんじゃないの、あ、お、うん、あ、なるほど、こういうのがありますね、お、何ですか、年間にいくら落とされてるか、うん、あー、現金を、現金、ほう、年間に、これはもう全国でですよね、全国で一応調べて、うん、で、2017年7月の2017年、うん、去年かやつだね、うんうん、正解は、うん、約177億あ、そんなにって書いてあるよ、いやいやいや、落とし物として警察に届けられる現金って年間、1年間で177億、うん、誰かが平均値上げてないですかこれ、すごっ、あ、でもこれはあれって裸か封筒に入った現金のみって、なるほどね、うん、てかあれだね、結構入った状態のやつなのかな、あ、だから給料袋落としちゃう人とかじゃないですか、うん、とかだはずな、うん、やっぱいましたもん、そのもともとキャバクラでこう働いてた時に、うん、こう給料袋を、うん、ね、本当に現金よ、うん、胸ポケットに入れて飲みに行く人とかいたんですよ、飲みに来る人か、飲みに来てくれるお客さんとかいっぱいいて、うんうん、すごかったですよ、大丈夫なのそれ、怖くない、でやっぱ、ね、そういう人に限ってハメ外しちゃうんで、うん、もうやっぱお金が目の前にもう自分の左胸ポケットにあるから、うん、もう俺はもう王様だっていう、なるほどね、もう本当アイアムキングって言いながら入ってきて、うん、でお金落として、うん、はい、ゾンビになりやすいんですよ一気にな、要はゾンビって言うんですけどなかなか、うん、やばいですよ、はい、ねえ、レイチローがね、あのギドラ、ブッタ、カミナリ、ベイジャーね、こちらハンニャのね、はい、多分あれですね、ああなるほど、うん、引用の歌詞ですか、引用のやつですね、はい、イエーチェックワンツー、落としたことはないんですが盗まれたことはありますよ、なあ、なるほどな、なるほどね、
いや落としてみようだから。落としてみよう、うん、そういうのじゃなくて。そういうのじゃないんですよ。びっくりした。そういうのは別にあんまりこう先輩驚かせないでほしいですね、うん、いいんですよ、求めてないんですよ、うん、その文章は。でも H郎こんな攻めたら、ね、多分へこむと思います。いやへこまない、H郎は俺いい子だと思うよ、うん、本当に。H郎はね、うん、へこむし怒ります、先輩に。あ、そうなんだ、うん、あすごい、あ普通だな、うん、じゃあ、うん、いや何なんすかとかないか、あんまり。あ、何なんすかがないんだ、うんうん、いやちょっと待ってくださいよって欲しいところ、うん、いやなんでこんなこと言うんすか、いやめっちゃエコで、うわーやだー引く引くとかが、ちょいちょいね出てきます。あーなるほどね、エイチローが今俺の評価でもエイチ3になりました。あー2下がりました、あー3下がりましたね、3下がりました、はい、3下がりましたよ、エイチ3本当に、はい、まあ、そういう、そういう部分もね、あるがゆえ可愛いみたいな、ね、あーまあまあ可愛い、ほっとけないんだ、ね、そこは。そう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 、あーそっか、りょうじは栄一郎だもんな、可愛がってる後輩はね、まあ ね、うん、まあ、ねそういうところね、うん、俺もどっちかって言ったら俺もマルキオビの勝根康介に可愛がられてるから俺が逆にそう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 なんだ、あいつ可愛がってくれるんですよ俺のこと、知ってるんだ、うん、お前の可愛がり方を、俺をどう楽しませたら喜ぶかっていう最近もう何なの、うん、遊んだりとかすんの最近は。でもまあもう、ね、まあでも居酒屋で飲んだぐらいじゃないですか、まぶやも終わって、ね、ちょっと落ち着いて、うん、でもやっぱ面白いですあいつ飲んだら面白い、うん、な何がそう魅力なの、 あいつのやっぱ生きるっていう生きってるのがやっぱ一番いいですよね。あ確かに生きってるよな、でやっぱ居酒屋とか行くじゃないですか、うんうん、居酒屋もやっぱその、うん、普通の居酒屋飲み放題が安い居酒屋とかじゃなくて、うん、味のある居酒屋とか行きたいんですよ、大衆居酒屋とかで、うん、自分たちを客観的に見ようの会が始まるんですけど、うんうんうん、今自分たちってどういう風に見られてるのかなとか、うん、言いながら飲みます、うん、あ2人で、うん、この時にこの音乗っけたら多分めっちゃいい PV できるぜとか、うん、なるほどね、うん、なかなかやらないね、なかなかやらないじゃないですか、うん、そうそうそう、生きってるやつらだからこそやるやつだな、うん、それな、それ結構恥ずかしくないんですよ、うん、だから2人でそうなんだ、流すの実際曲を、うん、流しはしないです、頭の中で、頭の中で想像して2人で、あなるほどな、うん、であっちが乗っかってきたら俺が飽きるっていうそしたらあっちが怒るっていうのがね、下りがね、うん、大衆居酒屋の感じが違うわ、これもう誰も伝わんないですよ、本当に大衆ね、うん、俺も読んじゃったわ、うん、シュプリムさんの体がね、うん、体の匂いの居酒屋 で、ね、大衆居酒屋ね、そんなもう聖域、そんなフェチ居酒屋行かないですから、ね、行かないですよ、うん、さあ来ました、H郎来ました、白沢行って聞かせやしょう、ね、とこの X ですね、はい、はい、いいんすよ、そこも怒ってないですよ、バイブスが表面に出すぎてるんですよ、あじゃあ直した方がいいですねバイブスって、うん、バイブスって何ですかそもそも、バイブスってね、多分自分の中のこう上がるやつね、こうまあテンションみたいな感じじゃない、あこうバイブス上がってるぜみたいな、あテンションのことをバイブスっていうみたいなね、こう内なるこうね、パワーみたいなね感じ、たまにだからそれフリースタイルダンジョンとかでも、うん、こう文字に出てこうラップってこう出てくるじゃないですか、うん、あんまりわからないところは一応飛ばしたりするんですけど、やっぱわかるんですかラップの人は、用語みたいな、うん、ラップの用語とか、ああはなんとなくね、うん、わかる、これといった例が今出せなくて申し訳ないですけど、うん、ああわかる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 、なんかたまにこう意味の分からない英語出てくるじゃないですか、あ英語はね本当分からん、フライアウェイぐらいだったらいけるんですよ、うん、なんか飛ぶ的な、ね、飛びてんだなみたいな、こいつ飛びてんだなみたいな、なんかたまにこう、あんまりでも俺も分からない時あるね、あそうなんだ、うん、この英語なんだろうみたいな、うん、でもいいんだ、ムートンとか、ね、あもうムートンに関してはもう、ね、プレッサーペイみたいな、あのねもう、うん、言い方もね、そうそう言い方もね、うん、俺が忍者だみたいな、そう、うん、強すぎてね、ちょっと分かんないですけど、友達にはちょっとなれないから、うん、やめてください友達になりたいですね、なりたいですか、はい、はい、まあシュプリームさんもね、お袋の味と書かれた居酒屋は入るのを悩む、お袋の味ってなあ、まあね、なんとなくね、うん、なんとなくでもなんか味がありそうじゃない、うん、なんか肉じゃが美味しいんだろうなみたいな、あーなるほどね、うん、分かる、言ってること分かります、めっちゃ分かります、うん、でもなんか、うん、お袋の味って一応ほんとなるんですよ、うん、そのお袋の味、うん、いや別に今食べたくないしっていう、あーなるほどね、外食したいしっていう、なんか俺もポテトフライがあればどこでもいい、りょうじは基本ポテトフライがね、うんうんうん、多分公園でもポテトフライあげちゃえばもうりょうじ公園でも居酒屋になっちゃうんで、全然全然、うん、あとなんかビールがクラーボックスに入ってたらいいんじゃない、入ったらもう全然そしてあのヒップホップとか流れれば俺はもう全然腰振ります俺はもう公園で腰振ります、公園で腰振るのお前ちょっと言い方聞こえてなんか悪くなっちゃう、エッチな感じ、違う違う、もう全然乗りますから、ね、なるほどね、はい、あ、エイチローがまたね、はい、エイチロー、
俺がナンバーワンヒップホップドリーム、うん、あ、これだ、ジブラのやつですね。あ、ジブラのね、バイブスモンスターって呼んでください、欲しい。これどうやってブロックできるの。ブロックすんな、後輩お前。ねえ、はい、で、難しいよね、エイチローは。エイチローはね、ちょっと難しいんですよ。あ、でも俺好きだよ、とっても。うん、ほ、うんと。なんていうのかな、うん、一緒に長距離マラソンを走りたくないだけだけど、うん、全力疾走はしたい俺エイチローと。なるほどね。俺好きだもんエイチローの一発ギャグとかめちゃくちゃ。ああ、俺それは俺も好きよ、うん、好きだし、こうエイチローがたまにね、うん、本当に落としどころのないコントみたいな始まっちゃう時があって ね、うん、最近こうラフ&ピース専門学校の屋上でなんか急に始まったんですけど、うんうんうん、本当に途中でヨギナオハルが来てね、エイチローに圧力かけなかったら俺も危なく危うく圧力かけるところだった。なるほどね、一回かけといてもいいんじゃないですかね。、うん、はい、エイチロー、はい、ありがとうございます。本当に後半もね、はい、後半盛り上げていただきましたね、ありがとうございます。告知いきますか。告知いきますか。もう時間も時間なの。もうね、ラフ&ピース専門学校はもう開校しまして。ついに開校しましたね。ついに開校しましたのでね。一回もう入れるんだよね、一般の人もね。一般の人も、うん、1階と2階、2階にこう、うん、フリースペースがあって、はい、子供食堂とか。うん、あとなんか、美味しいご飯とか。いやでも2階のフリースペースすごいよ。2階がね、漫画が約3500冊3500冊揃ってまして、で DVD ももうアメトークとかも全部揃ってますから、吉本関連の DVD もね、うん、もうほぼ全部揃ってましてね。これ1回ハマったらもう多分マジでたまり場になってもいいぐらいの、うん、そう、うん、規制かかるんじゃないかなぐらいだと思います、マジで。本当にね、うん、実際に存在する漫画村みたいな。あー、お、そうそうそう、リアル漫画村、リアル漫画村がね、そこにありましたね。ラフ&ピースの、うん、ラフ&ピースじゃなくてあれ漫画村専門学校です。変わっちゃったよ、もう。変わっちゃいましたけど、はいはい、まあね、そう、そこぜひ来てください、お願いします。一回遊びに来てもいいんじゃないかなと思いますけども、はい、はい、で、先ほどもちょろっと出ましたけども、はい、沖縄国際映画祭、映画祭ね、第10回がね、はい、開催されますので、10回目でございますよ。はい、もうぜひよろしくお願いします、ね、我々もね、ちょくちょくオーシャンもどっか出てたりするんで、うん、どっかにいると思います。いると思います、はい、なんかちょくちょくね、うん、ちょくちょくですけどね、いろんな芸人さんがちょくちょくどっかにいると思いますんで、うん、はい、それ探すっていうのも面白いかもしれないですね。一つのね、楽しみだと思いますのでね、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうします、 A 一郎ですね。あ、最後は A 一郎、じゃあ、はい、読みますか。じゃあ、いいんですか、いいんですか、本当に好きになっていいんですか。お、ね、これらね、まあいいでしょう。まあいいんだ、もう最近どこにも居場所がないです。あら、キラキラ、ああ、なるほど。そんなことないよ、お前、黒馬があるだろ、黒馬が。これいいですね、僕はこの文章好きですよ。え、はい、ね、居場所ね、これ居場所がないですね、居場所あるじゃないですか、うん、これクレバのね、うん、嘘と煩悩のアルバムに入ってる居場所、曲ですね。お、はい、で、この最後にキラキラ、うん、これ絵文字のね、キラキラだと思いましたよね、うん、これ違いますね、何なんですか、クレバのシングルにありますキラキラですね、うんうん、はい、ありがとうございます。これどうやってオーシャンウェイダー領事ブロックできるんですか。やめてください、僕をブロックしないでください。領事ブロックしようかなと思ってす。すいません、申し訳ありませんでした。はい、さあ、ということでね、さあ、じゃあまた来週も、はい、ね、来週映画祭期間中になっちゃうのかな。そうですね、そうなっちゃう、あ、ギリギリか、17日なんで、お、直前ですね。直前なんで、はい、はい、ちょっと映画祭について話しましょうか。じゃあいいかなと思います。さあ、というわけでオーシャンウェイダー講習も無事に終了することができました。行ってみましょう、オーシャンウェイダー、こんなラジオ嫌いじゃない、どうもありがとうございました。